シゲハルチャンネル、僕らのボクサー。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。どうぞ。はい。令和6年8月22日に収録を行っています。今回のテーマですが、総裁選大成功の NHK ということで、このテーマについてお伝えしていきます、うん。あの別に僕って皮肉言わないので、普段から知ってる通り、しょうもない冗談はやまないんだけど。はい。 皮肉って言わないって子供の頃から嫌いなの,、うん、あの漫画読んでてあの皮肉を言う登場人物とか意地悪する人出てくるともう読むの嫌なの、うん、したがって大成功の NHK って皮肉じゃなくて客観的に言って NHK をなんかこう特定して非難して言ってるんじゃなくて事実のまま言うと。 まずあのなるほどなと僕は思ったんだけどここにこの部屋にだからこの椅子だよねこれ映ってないけどこっちにあの議員の机があるんですよ国民の財産ですよこの椅子に NHK のあんまり具体的に言うと彼に迷惑かかるからあれですけど、まあ、男性記者が来てですね若手の要はその一種の上申書を書きましたと。青山重原参議院議院員は何月何月日にこうやって 出馬表明をしていますとそれで党員数が3年連続1位ですとそれから守る会100人っていう議員集団の代表ですとでそこまではっきりした存在でありながら恣意的にまるで、えー、出馬表明してないように扱って候補者のリストに載せないのは公共放送の使命としておかしいというのを文書にした、うん、なかなか こう酷使というか、はいまあ、まとら僕は心配してですね「それあの君 NHK は僕は外から見ていただけだけどでも記者時代にやっぱすんごい想像を超えて官僚的だなと思ったので、うん、それを出すとそれはい下手すといられなくなるぞ」もう「HK」って言うんだけど「<laughs> HK」をやめるつもりなんて「いやいや僕は HK 好きですから今後も頑張ります」 いやそれ出すのはやめたらいいと、うん、君の志は僕に伝わって僕は嬉しいという趣旨のことを言ったらもう出しましたってわけです、はい、政治部長と平川キャップに出したんだって、うん、それで一瞬まるでしたことみたいに僕は興味津々になって「うん、えー、それで花どうなったの?」っ <laughs> て聞いたら「沈黙ですと」と、はいはい、答えなしです、えー、ということはですね、うん、もっと上から来てるってことですねはあ で記者とのやり取りはもうちょっとありましたがそれはもうあの言いません、えー、彼は勇気を持って話に来たんでブログにもちょっと書いてあるけどこの後ですね秘書さんは全部わかってるけど民放テレビ局の人が来たでしょ、はい、これがまた皇太子で青山さんは高市さんと同じ保守系なのに邪魔をしてるって。 取材じゃないんで邪魔をしてる邪魔になってるって言い方だったかなと,とにかくね、はい。それで僕はいや住民の人が全体が保守政党なので色合いはいろいろあるのが、まあ、いいところでもあるけど当然切磋琢磨するので,、うん、であなたは誰かに言われてきたのかもしれないけどそれを「今こう言ってるとお伝えくださいね」って言ったんだけどその。 もうそれを言う任務を真面目に遂行してんだろうけど、うん、取材じゃないんだよ、うん、ずっとそれ繰り返したわけずっと何言ってもそれなのだからこの意味でも NHK だけがっていうんじゃないんです、うん、ただしですね国会議員の中で例えば国会の機能の中で NHK を担務してるところつまりあの委員会やあるいは調査会で NHK の問題を課題を扱っているとかあるじゃないですか、はい、そういう議員の中でね、ここにお見えになった一人だけどやっぱこうあんまりにもおかしいのでそのいろいろ調べたと、うん、そうすると民放は NHK が青山さんを外しているので我々も外しているって話を実際に答えたそうですよ、はい、それでその議員はこれ良心的な人ですけど、はい それ普段言ってることと全然違うじゃないかと、うん、で都合のいい時だけ NHK を縦にしてやるのかと聞いたらそう、ね、そう答えなかったとうん、うん、で今あの三浦師匠の表情に表れてるシーンをもう皆さん見抜いてますよね <laughs> はいあなたねキーワードどこ行ったのよと <laughs>、はい、いうことでここでキーワードは「真昼の暗黒」です。うん 真昼の暗黒っていうのはもともと左翼思想で学園紛争を描いた映画などに使われた言葉なんですがまあよくできてる言葉だと思います子供の頃からそういう本を読んですごく印象に残ったんですよ。なるほど「真昼の暗黒か」とそれってやっぱすごいなと思ったんですよ。映画も見たし映画って公開された映画じゃなくてあの何何どういう機会かで映画鑑賞会みたいなところにわざわざ。 中学生ぐらいだったと思うけどその時は見に行ったりね本はもちろん読んだもっともっと前にそれでマヒの暗黒っていうのは要するに民主主義の闇って意味なんですよねで独裁主義の暗黒闇よりも民主主義の闇の方が根が深くて怖いなっていうのをすごい感じたんですよで今何分ですか だまだちょっと時間あるみたいなんでこれ申し上げるとこれ本に書きましたが森友学園事件と家計学園問題ってのがありましたね一方は事件化されて一方はあくまで国会で追及された疑惑なんですけどこの家計学園問題の時に安倍総理から連絡があっての冤罪なのでしかも 何を答弁してもメディアと野党にやられるので青山さんに質問してって言われてでこれ前も話したことあると思うんだけど僕はその時に安倍総理にだからといって安倍総理の主張を述べることはしませんよって自分で調べますとでもちろん安倍さん OK でそれで調べたところこれ地球儀だけどさ、はい、<laughs> 日本地図が今ちょっと手元にないから。うん ここに九州があってここ宮崎県があって公邸駅が流行ってたり、はい、でこのわずかな海を挟んでこっちに愛媛県があるわけですよねそれでそこの知事が当時この公邸駅が襲ってくるのを心配して県庁に勤めてくれる公共目的の獣医師を要請したいと思ったと,ところが自由民主党の大臣が獣医師会からまあ政治献金 賄賂とはあ断定されてないけどとにかく政治献金をもらってて、はい、それから野党の非常に有名な方も、えー、その獣医師会からお金が行ってて、うん、やっぱり政治献金で,、はい、でそれが壁になって全くその新しい、えー、獣医の学校を作れないと、うん、それで、えー、それ要するにペットのお医者さんが増えるのを警戒してるわけですよはい、はい、人口が減ってペットの数もおそらく減るから、うん、そう医者の数だけ増えたら困ると。 ところがもうそれは関係なくその公共目的の医者なのに止めようとすると、うん、で困り果ててたら救ってくれたのがむしろ安倍さんでえ岡山の岡山理科大学って運営している家計学園に話をしてくれてで愛媛県今治市にその新たな獣医学部を作ることになったので話が全く逆さまだと追及されるべきはその大臣やまあ特にあの野党の人はあくまで野党ですから。 その大臣であると安倍さんはむしろ救ってくれたんだとおーいうことを地元の地元元の市ににお話になったんですよ、はい、でそれを知ってたのでその加藤森幸元愛媛県知事に直接連絡するんじゃなくてつまりそれ事前調整したら一緒の談合になると思って違うルートでお願いしたらこう来てくださって、えー、国会の参議院の予算委員会に来てくださって生で今の話をされたわけですよ。うん NHK も朝日新聞も共同通信も読売新聞もどこも,もそれまでの報道ぶりとと真逆のことが出てきた、うん、それで僕はまさか「真昼の暗黒」は日本にこんなにあると思わないからこれはしかも NHK が生中継してるから、うん、これで、えー、少なくともあの議論が変わるあるいは本当の事実を追及する議論になると思ったら NHK は生中継をいきなり。 独裁国家みたいに中国みたいに真っ黒にしたりはしなかったけどそういう分かりやすいことをするんじゃなくて夜のニュースから外していったんだよね、はい、で今回と全く似てるのは NHK はそうやって外していったんで他の報道機関も普段まあ例えば新聞で言ったらこれぐらいの大きな紙面まで使う時もありますその予算委員会のこうやって注目されてる予算委員会しかも野党の要求で閉会中審査で開いたつまり野党側の。 審議だから丁寧にこの「小6」って言って質疑応答の要点を出すんですよこ、うん、れはまあ一番基本的な、まあ、ドキュメントなわけですけど、はい、ドキュメントって記録って意味のねところがその NHK がニュースやらな,なや,やらなくなってるのを見てごそっと外したわけうん、うん、そ片森之参考人も質問者の僕もこの辺にいないことになったわけ。うん 当時から真昼の暗黒が起きてて今回また要するにこういうふうにこの住民主党が憎悪されてることそのものが揺らいでるところで次の最初を選ぶという時にこれがまた出てきたというのがまあ,あの私にとっては一番大事な問題だと大事な問題の一つだと思ってるわけです。それで、 やっぱりあの日本放送協会 NHK というのは影響力絶大でさっき言った森けのかけの,の方ですね。で NHK がこうやってもうないことにしたらあともちゃんとみんなそれ今回と同じでそれを口実に、うん、NHK は口実にしてくれと言ったわけじゃないんですよ、はい、自由な立場のはずがそれを口実に全部片森福さんとしてはいないことにして 2>,、うん、2年半後に亡くなったんですけどその前に報道機関に抵抗して勝った者はいないと。 でなおかつその報道しない自由というの,のの悪用がどれほど恐ろしいかということをこの本にもう一度原点当たってその発言を精査したいで載せましたでその中で亡くなってるんで僕は紛死「ふんし憤りのあまり亡くなると」とまあご高齢でいらっしゃったけど今でもそう思ってますよこれが今もこの自由民主党の総裁選び次の最小選びまだ総選挙やってませんから住民主党は政権を失ってないので次の総理の 選択の間違いがないわけですがその時にこれが起きてるっていうのはもう一回言いますが一つの NHK っていうものだけをこの指摘してるんじゃなくて日本のの民主主義の悪いですね、はいえー、今三浦市長が適をしたのはもうそろそろその辺でやめろということをえっとですね NHK の全部と言いませんよ例えば前の会長と僕は気持ちが通じ合うとかあったんだけど 警戒され一つの理由がね、もうこの動画で前にやったけど、もしも僕は総理官邸に入ったら、ですねこれ一緒に、まあ、普通だけど、持っていくでしょ、で三浦市長でもいいよ、あるいはあの役,所役所から来るであろう秘書官でもいいけど、これ持ってもらって、毎日ね、もうこのま,まそま総理が何を考え、何をしようとしているか、発信していく、でこれ、放送局もなければ、カメラもないんだけど、これ、国営放送になりますよね。 そうすると7時のニュースを誰が見るのかということにもつながるんで公共放送っていうのはイギリスの BBC を真似して作ったんだけど公共放送だから報道の自由があるとで僕のところにいつも国営放送作れって来て総務委員会で当時の高市総務大臣に質問もしたことあるんだけど質問の後は高市さんに苦情を言われたもう答弁できないようなこと言わないでで僕はいや大臣だから答弁してくださると思ったんですけどそれそれで終わったんだけど、あ。のー 公共放送の NHK が自由に今回みたいに恣意的に切り取ったり出馬表明してんのにしないことみたいになっていると出馬表明ししててまませせんんと報道してませんよでも例えば平川クラブっていう住民主と記者会が事実を開くような記者会見だけ出馬表明で僕は一旦ネット番組とかあるいは僕のブログとかそうならないっていう理屈をひょっとしたら考えてるのかもしれないけど。 あの廊下の立ち話みたいな時に言ったのも全部出馬表明しましたってやっててもっときちんと言ってる人間を排除するっていうのは大体これもう高齢者でも今かなりネットを活用なさってるんで自分たちの自滅の道だってこともよく分かってないんじゃないかと思うんだよねそれで、あのー、もう一回言いますがこれやりますからね僕はだから僕らの国会でしょ今国会いるからこの動画 ら僕らの鑑定になるわけですよ。うん、はい。まあ、当たり前だと思いません。うん、そうですね。はい。はい、はい、ありがとうございました。では、今回のテーマは以上にしまして、今日はどうしましょうか。こっち、紹介しましょうか。はい。あ、紹介。はい。はい、はい。女よ、大子を抱けにいただいた感想をご紹介します。え、うん、いつも動画を拝見して、朗らかな様子の。 千春博士をイメージしていて文章からもそのことが伝わってきました、はい、千春博士がこれまでのさまざまな壁を乗り越えてこられたことはその朗らかな姿勢のおかげでもあるのかなと思いました、はい、私はまだ学生ですが<ー>えー、憂いの多い日本や世界で 女子も男子もともに少しでも希望が開けるように常に朗らかな姿勢を持っていたいと思います正しい感想をいただきましたいい感想ですねありがとうございます女性から男性から分かんない、うん、分かんないです分かんないううん。うん。 メーラー社のご主人違います何違いま早い百パー違います百パー違うん <laughs> 学生ではないですあ、学… <laughs> そっか、そうだった <laughs> はい頑張れ、はい、<非>学生諸君ぜひこちらの感想を青山茂雄のブログのコメントまでお寄せくださいお、はい、待ちしております、はい、そして、独立講演会のご案内です10月27日、神戸にて開催されますこちらの申し込みは9月の20日からスタートですお待ちしておりますもし総理になっても開催できるようにちゃんと模索をいたします えー、10月の予定を言うから、総理になるのを諦めたという解釈は違います、でいずれにしても、まあ、総理になったとしても、3年後にまた総裁選ですので、えー、自由民主党の党員になって、投票資格をできれば確保してください。入入党党ですね入党のお知らせ決してお風呂に入ってくださいっていうんじゃなくて、うん、お風呂も入ってくださいね。<laughs> あのー 悲しいことが今いっぱい起きてるんですけど、まあ、裏切りも悲しいけど企業とか団体に依存しないで自らの自由意志で日本の主権者が民自民党大嫌いな人ほどなってくださってわざわざそれでそれが3年連続トップランナーだということの意義も、まあ、ぐゃぐゃゃにされてんだよねこれを言ってくれたのは守る会のある重要人物だけで。 真面目の中にも,もうぐちゃぐちゃに手が入ってますけどその人物が総裁選に出られなかったらそれだけでおしまいだとでこの人はやっぱり意義は分かっててその人も党員集めしてるわけだけどやっぱり企業団体を通じてやってるとところが青山さんのところから来られる人は全部獣医師だっていうのはどれほど尊いかということその意義をもう一度やっぱり僕たちは一緒に考えて獣医師でこの獣医師で よくも悪くも政権担当能力はこの党にしかないのでその眠ってる潜在能力特に若手議員に眠ってる部分があるんでこの総裁選ですがまた悪い方向にいってるんですよねうもうやっぱりあのこう覆い隠してたものがずるずるずると出てきてるのでそれに陥らせないために、まあ、次の総裁に選にも向けてできれば党員になることをお考えくださいお考えいただければあとは三浦首相と 河村かなえしょうが皆さんと一緒に考えてくれます。はい、動画の下の説明部分、概要欄の URL から入党の申し込みをお待ちしております。そして最後にチャンネル登録シリーズです。で、これ何ですか？なん <laughs> でしょう。何ですかね。これはアワードルじゃないですか。違うわ。<laughs> <laughs> 徳島支局初任地で青波どの取材はすごく大変でしたへ<ー>その後の京都を移ってからの祇園祭りもそうだけど、はい、やっぱ定例で帰ってくれって定,型で<ー>定例じゃなくて<ー>定型で帰ってくれって、はい、いやそれが納得できなくてもういちいち取材していくでしょそうするともう材料だけこんなにたまらん,ん,、うん。わけで当時まだ一年生議,議員じゃない一年生記者だからこれをどうやってこの二十行にまとめるのか写真だから青波どって、はいはい 記事はいはいはいで, <laughs> で、えー、今の青通りじゃなくて、はい、これ実はこれは煙突なんですよああはい教習所の煙突ですね、はい、で繊維会社それもかなり、はい、古くからある繊維会社を全部壊してで繊維会社ですから煙突が何本か立っててそのうちの1本をまあオーナーである親父の判断で残して、はい、うん キャッチコピーがですね煙突のある教習所、うん、僕子供心に「え自動車教習所に煙突があってそれは何やねん」と思ったよ <laughs>、はい、思うだけじゃなくて親父に言ったんだけど、はい、成功だから自由なんで、はい、そすると何やろうなっていうエッ字だったただすごくね記憶されたみたいで,、うんはい、でその煙突の横に坂道発進の坂を作ってあった、はい、あこれが坂ですねはい、はい、これ青波じゃなくて 坂で,、はい、でこれ分かるように結構急なんだよそれがうん、うん、でそこであの落っこっちゃって免許取れないっていう人が結構いたらしいんですがうん、うん、ちょっと余計なこと言うとですね子ども心にやっぱり世の中の風評,風評って言葉は当時まだ知らないけど世の中で噂してることは違うなと思ったのは教習所はああいう,こう難しい坂道を作ってねなるべく教習所に長く通わせてつまり落ちて、はい、また通うってことをやらせようとしてんだと。はい 子どもの僕にもそうやって言われた、はい、大人から、はいえー、でも本当は少なくともその当時の自動車教習所の経営っていうのは一発受かってくれてどん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 ,うん,うん、うん、新しくね新しく,く、ね、今は人口減だからひょっとしたら違うかもしれないけど、えー、少なくとも当時はとにかく残留されるると困るわけですよそれであの坂道はちょっときつすぎるってことになったらしいけど。はいはい その削る運動の話の前に、僕がそのそこでトライした時は。きついままでした。はい、きついままでしたが、はい、まあ楽しかったです。あ、無事できたんですか。あのー、うん、その、え、まあ、いろいろとこうなんだけど、はい、あのー。そん時にサイドブレーキの意味がよく分かったの。うん、そうかと。そのフットブレーキだけで押さえてると、うん、パッと離した時、ずるっとこう下がるじゃん。え、はい、そこはきついと。で、やっぱり。 子供だしだだて大人でも慌てるんだよね、うん、後ろ車、ねはい、だからサイドブレーキで引いといてでクラッシュとアクセル合わせながらサイドブレーキ緩めるんだなとでそれを、あのー、後にですね、はいあのー、18歳になって随分時間たんですけど免許取ってから、うん、で家族は知ってるじゃないですか子供の頃から乗ってるって、はい、だから免許が出た当日18歳で。うん もももう親父もお袋も乗ってくれたんだよ<ー>家の車に教習車じゃなくて、はい、で家の車って運転したことないわけだけどそれ、はい、で全然違うじゃないですか教習車と<ー>で怖いなと思ったんだけども自信あるふりしてお父さんお母さん乗っけてでお袋は言ってて「あんた感謝し」ってんな免許取れたって1日,1日目の男の運転に乗ってくれるのはこの親だけやでって言って <laughs> もういちいち恩を売るなと。 思いながら運転していったら、はいあの、きつい坂があったんですよ、はい、でその時に、うん、あのおふくろなん分かんないよ、で親父が注目したのは分かって、はい、そこでですね、テクニックを披露したわけです、はいあの、サイドブレーキ使わずに、あのアクセルとクラッチとブレーキのワークだけで、この回転を保って坂道にこうどまってるわけ、うん、前も行かない、後ろも行かない、信号が変わるまで、ね、上に信号があって。うん すると親父が「痛むな」って言っ <laughs> <laughs> 本当でクラッチがすり減っちゃうわけですよ、はい、それで僕は結構内心でぺしゃんこになったの、はいはい、18歳の私、えー、散々引き伸ばした上に今度は話が長いと <laughs>、はい、謎解きもどっか行っちゃったと、はい、でチャンネル登録はこれ,これはおふくろですよねおふ、はい、意外に初登場じゃないですかい<や>ええ、うん。 何度もじゃあしょうがないおふくろの、はい、お袋がいつも自慢してたあのお父様はい、はい、<laughs> えっといい加減もんお盆も終わったので、はい、あの生きてる人のほうに次回から戻しますでは皆さんもぜひチャンネル登録をお願いいたします,します今回もごご視聴ありがとうございました